いけた。立ちつ手と手と手も見れないの。マミも目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 も見れない。毎回その入り方してきない。最近なんかテンプレになってない。おはよう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 レイです。なんか口説かれてる？口説かれてる。ヤバみ？始まりそう？んでも魂は入ってきてないけど肉体だけチームワンにいる。ああ言い方いく。まあ確かにそうだけど。魂待ち今。もしもーし。はい、もしもし。はい。待たせたな。魂が待ってたな。ついてきた。ついに。うん、ついてきた。なんか気持ちよく歌ってみた投稿して、歌ってみたの振り返りして、魂着任してない？なんか。ちょっと楽しかった。頂点ペンチみたいな気持ちにもなれて。本物ですか？サインください。映像良かったわ、歌声も良かったし、なんか何もかも良かったわ、あれ。めっちゃ褒めてくれんじゃん、嬉しい。神でした。めっちゃ褒めるやん。くどいてる？絶対言うと思った。さっき同じことやってたでしょ。レイドくんくどいてたでしょ。エイムくんさっき。一日喋ってないだけでさ、死ぬほど喋ってない感じしない？めっちゃわかる。ちょっと待って、レイド君ともその話してたんだけど。久しぶり。いやガチで久しぶり。ガチで久しぶりな感じする。なんか成長した？昨日えぐい練習してなかった？だってえぐかったね、昨日。練習めっちゃしてた。でも個人練習だからな、チームでっていう。チームの課題の3対3は結局3人で解決するしかないから、そこはまた別で頑張ろうっていう感じやね、今日。じゃあ無駄だったってこと？いや、違う。なんかストイックだね。もったいなかったな。なんかストイックだね、やめて、本当に。なんか頑張ってるんだねみたいな。な遠くない距離が、なんか真面目だね、なんか。無駄じゃないと思うよ。違う、うん、いや無駄なんて言ってないし、しかも、うん、昨日無駄はさすがに失礼だと思うよ。言ってない、言ってない、無駄なんて教えてもらっておいて、それは一言も言ってないんだよね、無駄なんて。だって昨日俺教えてる時に、でこれ結局何に使うんってずっと言われてた。言ってない、言ってないでしょ。超嫌なやつ。態度悪。ちょっと目覚めるのよ、もう取ってくるわ。オッケー、うん。てかもっと喋れる、もっと喋ってた、もっと喋ってたしな、勝ててる試合って。もっと細かいことも、もっと共有できることいっぱいあるんだろうな。いや、なんか俺が悔しくなってきたな。こんなに本気でやっとるから3人が。よし、そもそも団子になればいいんだ。そうです。入れるぜ気合を。何ですか？勝つぞ。翼じゃない？うん、ちょっと翼生やすの、もしかして。ちょ、賞味期限切れの翼生やすわ。やっぱりまだ賞味期限切れなんだ。どんだけ賞味期限切れのあんの。いや、もうだって何個もあるやん。これまた V 祭でレッドブル来たりするのかな。まさか。なんか裁判起こしてたよね、前にね、レッドブルに。翼本当に生えないじゃねえかって。そうね。ね、で、お金もらってたよね。そうそうそう、実際そっちが勝った、そっちが勝ったんだよね。本当に翼が生えないからっていう理由で。そうで、なんかキャッチフレーズ変わったよね。やばー。そういうのめっちゃ多いよね、海外は。そんな荒探しみたいなね、揚げ足取って、おいおかしいだろって裁判起こしてお金もぎ取るみたいな。そう、マックのコーヒーこぼしてホットって書いてあったけど、ホットっていう温度はなんか火傷するほどの温度じゃないみたいな、明記されてないみたいな感じで、みたいな裁判とか。めちゃくちゃや、普通に。かわいそう。ホットってあったかいって意味だろうがよみたいな、熱いじゃねえかよみたいな裁判だった。怖いな、みたいな。注意書きばっかりになっちゃうよ。じゃあ俺これレッドブル飲んで寝ちゃったら訴訟起こせるかな。寝ちゃったじゃねえかよ。おいおい、眠いんだけどよみたいな。眠気が覚めねえよ。やだ、そんなチームメンバー。負けたら訴訟起こそう。全然強くなんねえじゃねえか。おい、チャンピオン取れなかったじゃねえか。その場合はハルさんと戦うってことでよろしいですか。戦うしかない。オッケー。一応入ってる、一応入ってる。オッケーオッケー。後ろ見てる、後ろ見てる。オッケー。待って、後ろ、ちょっと後ろから見て。待って、これ正面潰しきりたいな。うん、いつでもいける。ぶれないよね、これ。待って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 。払える払える、こいつら。顔出さないで。ワノクワノク。どっちもないわ。これ前出るよ。入ってる入ってる。オッケー、俺。回復ないから下がる。これバルジャン飛ぶしかない。バルジャンある？バルジャンある。オッケー、じゃあ飛ぼう。オッケー。オッケー。行きます。あ、ぶれちゃった、ごめん。待って。オッケー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 。行くぞ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 。やばい。せめてあいつらだけでも。やばいやばい。ウルトカット3パで上がる。
いやこれウルトじゃって死んじゃうな多分これ。そう行ってくる、バイバイ。うわあ、うん、ねえごめん、次生き残りあるぜ。ねえ小虫になっちゃったってもう。ドンマイ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 。焦ってさ、ウルトボタン連打しちゃったんだけど。しゃあないしゃあないしゃあない。めっちゃ悔しい。めっちゃいい感じだったのに。言うて6位よ、言うて6位よ、言うて6位よ。勝てって言ってる。なんか苦しそうな声聞こえるぞ。なんかまた苦しんでない。何に苦しんでるんだ。カードもっと落とせた。おい、ナイス。はいはいはい。ブヤンブヤン。いいよ。できてる？これ。ブヤン。ブヤンブヤン。うわあ！バイバイ、死ぬ、危ねえ危ねえ、やめてやめて、危ねえ。あ、でもこれダメだ、リングで情け、はい、ここのエリアまで取れますという情報だけ取って、いけ、すいません、あ、いいいい、マジでいい、あるぜ、それ怖いので、キープはしません。ポジションの情報を取りに行くんで、それはそれマジでいい。ちなみにここも入れます、最悪今のところ。オッケーオッケーオッケー、こっちも空いてる。いいよいいよ、それすごい天才だ、お前は。そういうのそういうの。ブラックマーケットを立てます。俺は昨日までの俺とは違う、ブラックマーケットやばいやばい、これ壊さないで。オッケー、あと54ダメージで死んでも入れる。いやーもう何、うるさいな、今こっち取り込み中だよ。長すぎてやばい。でもこれが強いらしい。強い、俺マジで強い。やばい、閉じ込められちゃった。誰か入れて、誰か、誰か助けて。はい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 、手のかかるリーダーだな。はいはいはい、危ない、びっくりした。何かと思った。幅遅いよ。ヘムロック入ってた気がする。ヘムロック入って、あ、そうだ、こういう時にあのこの辺だったりしようぜ。あ、オッケー、ミサイルだ、ミサイル。失礼します。失礼します。マジで失礼してるんだよ。本当の失礼。完璧完璧、いいね。割れた、失礼だね。超失礼だね。いいね、マジでいい。いい失礼、いい失礼。やった、もっと失礼になろう、もっと失礼になろう。ねえねえ、ドアもう一枚割っていい？いいよ。どん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 。失礼します。もう笑ってるやん。ナイス失礼。割れなかった。いや、惜しいね。うわ、失礼じゃないね、それ。いや、やっぱり心苦しかった。割れなかった、星子の良心では。あ、優しさが出たってこと？出ちゃった。じゃあ、なくしていこうね。どれ、今の失礼のやつ。こっち、こっち、こっち、こっち。チャーライが失礼してきた。お、失礼だね。あ、ドア前からピークしてる。めちゃめちゃ失礼だ、あれ。失礼だな。いや、でも、あの、キモすぎ。陰キャだ、あれ。あ、まずい。うわ、それ良くないよ。陰キャだ、あれ。陽キャに憧れる陰キャだ、あれ。ああ。人のこと陰キャに言わないの。でもそういう曲歌ってませんでしたっけ。そういう曲歌ってませんでしたっけ。歌はあれだもんね。結構可愛かったけどあの曲。いや、あの星川さんの心とは自称自称自称だから、あれは別に人のこと勝手になんかね言うのは良くない。オッケー。こっちがめっちゃ打てそう。オッケー。そう、俺のガスが何をするだ。やめるだ。俺が持つ。ナイス。はあ！いやほら、死んだ。だあれね、狙ってたのよずっと。やっぱり。ああ！やめてよ。ふざけるなよ、おい、てめえこら。誰だいつ？ら、やんのか。やんない。痛い。許して。無傷で、よかった。ここになんかいる。何？ここの角いる。オッケー、ミサイル入れる。あ、ない。出てきた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 。紫12。12 だって救急なんだもん。紫12コールマジか。いや違う違う、紫アーマーであるということを共有するってことなんだ。そうだね。赤18、赤18。いいよ、赤アーマーがいるんだ。いいのか、撃たれたら俺はリングで引けるぞ。俺撃たない方がいい。待って、これアンチどうなってんの。え、アンチどうなってんのこれ。これ重なりすぎてて見えねえけど、俺たちなんかビタ1ってこと。ビタビタだわ。未来予知、俺ブラックマーケットでアンチ予想する。マジか、ゆうお腹すいた。
俺今焼き鳥食べながら見てるよ。最悪うわいいな絶対楽しいやんそんな最悪最近今日もお酒飲みながらこう焼き鳥食べてみんなで見てる、ね、いや一番飲食コーチングやめて一番いいなそれであれでしょうわこれエピセンターかなどっちかなそれバレてるバレてるみたいなやってでしょ絶対いつもちなみにあの1試合前のアルゼさんがスプリットして死んで、うん、うわ起点作りになっちゃったなって時もう俺ら大盛り上がりよ、うん、うわアルゼさんミスったって最低最悪ゴミがやってるこれ考え込むやつやとか言ってねえ俺もやりたいそれ失敗して学ぶ失敗して学ぶとか言ってたよ俺最低やめっちゃ悲しそうな声でうわ俺起点になっちゃったとか言ってやめろって昨日俺が散々言ってたからスプリットで起点になるならやめた方がいいよそう昨日めっちゃ言われてたから俺ちょっと待ってこの話題やってなかったこのチームで絶対やらなきゃいけないのに好きな寿司のネタなんですか絶対やらなきゃえサーモンえマジサーモンなるほどえ本当にこれはもう何いやすごい嬉しい今ええもしかしてサーモン、ま、さかやってるやんそれはもう星川さん、ネタが一緒なだけ、めっちゃ嬉しい。やっぱ食の趣味合うよレイド君星川と。俺サーモン好きって言ったらなんかめっちゃ全否定されて生きてきてたから。いやサーモンが一番はないやろみたいな。サーモンだよな。サーモンだよな。いやそうだし、うん。ハデさんもサーモンだった気がする。やっぱゼロ規制入るわ星川ネオポリ。いやマジでもう来てほしい。サーモン好き募集します。サーモン好きはゼロ規制になれるってこと？なれます。アルセさんは？納豆巻きですね。なんでそんな笑うの？四期生で。いやいやいやなんでなんでなんで。アルセイヌ四期生で。そんななんか一軍二軍みたいな制度じゃないでしょ。納豆巻きは四期生やね悪いけど。じゃ納豆巻きが一番うまくて魚の中で選ぶなら縁側やね。ああ。なんか。可愛さ狙ってない？気取ってるね。納豆巻きは打ってるよね。気取ってるよね。縁側は打ってる。打ってるし気取ってる。俺結構寿司のネタとかわかるんでってタイプだよね。こだわりがあるんでずっと好きなのいや違う違うまずは縁側でこの寿司屋のレベルを見る見ない納豆巻きから食べるまずは納豆巻きからだよ普通にじゃあ俺大会前回の CR カップの時に釈迦さんがこの話題やってたから次引き継ごうと思って星川、もね釈迦さんとその話題やった昔 CR カップで絶対やるねそうなんだ引き継がれてってんだよく納豆巻き手札でそれ仕掛けてきたなと思って絶対やらなきゃいけないから言うの恥ずかしくないの納豆巻き恥ずかしいわけないでしょ納豆巻ちょっと待って恥ずかしくないと思ってるなら言ってあげるけど恥ずかしいよ恥ずかしくないよ納豆巻きが好きなのは好きな寿司ネタなんですか僕は納豆巻きです恥ずかしい恥ずかしいよなんか受け狙ってるにしてはちょっと面白くないしいや俺はもうずっとガチだったらちょっとなんか感性を疑うしえねえねえ聞いてでもねニルさんに聞いた時ニルさんカッパ巻きって言ってたほらわあ本当に絡みないなんか言うのあれだけど感性を疑うわいやじゃうまいのマジでじゃそれはもう寿司好きじゃないじゃんだから寿司好きじゃないですええあるせ寿司好きじゃないのもしかしてああだからそういうことよねだからもう好きな寿司ネタなんですかって言われたらいやもう寿司好きじゃないです答えよこれから確かに中途半端に答えるよりはないな中途半端僕は納豆巻きですねまあさっき魚介類の中で言うなら縁側ですねはもうちょっとダサすぎるからやめよういやダサくても続けるもん俺はこうやってずっと生きてきたんだ俺はずっと生きてきたのそれでずっとこうやって生きてきた俺はいや本当に良かったね今ここで直せていや直さない俺良かったここで直してあげられて良かった本当に俺たちに感謝したんだよ直したくない、直したくない。いや、ダサすぎる。誇りを持ってる、俺は。直したくない。なんかさ、あれないの？第二候補みたいな。ない。あ？もう、じゃあもう縁側と納豆巻きしか食えないやつやん。食えない。ガチホも食えない。トロも食えない。サーモンも食えない。ドンじゃねえよ。食わず嫌いとかじゃなくて。ドンじゃない。ドンじゃないか。寿司コーチングいるんじゃないこれさすがに。コーチ何が好きなんだろうね、寿司。待って、コーチはね、なんて言ってたかな。当てる待って思い出せないうわやばい最悪だ思い出せないいやサーモンだったような気がするそれでなんかハルさんもサーモン好きなんですよねって話になった時にヒム君がサーモン好きだから髪の毛までオレンジになっちゃったんだって言って爆笑が起こったっていうことだけ覚えてるなんかちょっとすごい早口でちょっと気持ち悪かった
レイド君に言われるの最悪じゃない、うん、それえ、最悪は、はい、はい、おしかさん、レイド君に言われるの、はい、全員的、はい、全員的、はい、みんな的に信じてないんで、ちょっとフォーカス合わせらんないの、まずいな、今の、いいじゃん、バランスいいじゃん、仲良し、うちら仲良し、いや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 、ちゃんと誰一人仲良くないのよ、ワンブイワンブイワンは、最悪のチーム、ほんとに2対1のがまだマシ、本当にそう、全然フォーカス合ってない、うん、でもうちらは団子、それでも団子、また団子の話してる、団子が好きなんだな、星川さんは。キャラコミじゃあもう二度と団子って単語言うわ。え団子そんなに嫌い、団子にもならん、もういい、絶対に言うなよ、じゃあ絶対にじゃあ言わないでくださいね、分かった、新しい単語でじゃああれしてくださいね、集合の時は星川さんだけ、分かった、なんて言います、なんて言うんだろう、星川にくっついてっていう、なんかちゃんと寄ってきてる、星川にくっついて、星川にくっついて、マジちゃんと星川にくっついて、マジ重く受け止めんのやめてくんない、いや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 、じゃあ俺が重かったらどうする、俺がそうだよ、俺たちが重かったらどうすんの、俺が重かったらどうすんの、何その質問、キモすぎ、いやキモすぎ、はいブーメラン、自分が言ってたことですボイスの台本で、キモいって言った自分のこと、いや違う違う違う、星川が言ったら可愛いよ、その言い方とかにもよく、あー目の前なんている、これグレー入れてる、48はオアーマー奥、真ん中取れそう、ナイスナイスナイス、丸グレーいく、うわうわじゃあ一個言っていい、何これね、集中力切れてきたうちらのチームでも明らかに雑談の量が9割ぐらいになってプレイ1の雑談9になってくればいいよ、無理だもん、あんなのだってだってお母さんが悪いよ、ゲラ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 笑いながらもゲルーとか言って